お花畑くん、スパチャありがとう。突然すいません、スペイン戦で柴崎をされるでしょうか。起用した方がいいかで言うと、しない方がいいっていうのは、まあ、今日スポブルで話してて、まあ、それはよくこのチャンネルでもしてるから、そこを割愛しますね。ただ、森保さんは、まあ、呼んで、それでね、スペインでやってるから柴崎っていうのは全然やると思います。ありがとうございます。柴崎、旗手あたりが当落戦場かなって思うんですけどね、森保さんなら旗手選ばずに柴崎ってありそうだよね、この間もね。旗手の方が出番なかったしね、そっち連れてくんだっていうのはあるんすよね。吉田麻也、選ばれると思いますけど、その、レベル高く今の代表を引っ張れるかっていうと、他の国のね、選手に比べるとっていう、その、結構ボールウォッチャーになっちゃうところとか、連戦続くとコンディション落ちるところとか、まあ、体重はそんな強くないし、あとビルドアップの時のね、ミスも目立つし、結構怖いよね。で吉田が、控えの一番手になるような層なのが、まあ現状日本の理想ですけど、まあ普通にね、絶対的な存在だから、富安と吉田の2人っていう風に森保さん考えてそうじゃん。本当は板倉にね、そこ世代交代したかった気持ちもあるかもしれないけどね。あるのかな、どうなんだ。でマジで誰選ばれようが先制点取られたら負ける大会だと思ってるんで、要するに 4-2-3-1 でしっかり守って、まあカウンターだったりとかウィング張ってるところを後ろから追い越すのか、もう一回やり直すのかみたいな、いや結構かなりもうオーソドックスな戦い方で、前回の西野さんの戦い方、本当オーソドックスな 4-2-3-1 をあのベテラン中心した連携で、あの一番あの守備を固くやって、で攻撃は、まあ、右は原口明が慣れてないんだけど守備頑張ってくれたからそれでいいみたいな、左のクオリティで勝負みたいな感じだったですか。あれをこう進化したメンバーでやれるのが今回の大会かなと思ってますね。不安、去年前回大会よりも不安になってるのは、まあ、ちょっと年齢的なところで吉田麻也と、あとは絶対的な選手見つからなかったフォワードのところですよね。あとキーパーもそうなのかな、うん、あのポジションごとのレベルアップはね、右だったら伊藤純也、左だったら三笘いて、真ん中は鎌田いて、ね、久保もその2列目のどっかに使えたり、堂安とかで、ボランチはね、森田でも、まあ、遠藤渡る時期に森田でも田中碧でも前回よりもね、あのできること多くなってるじゃないですか。で冨安がいなかったし、前回はある程度まんべんなく人配置して、でこう後ろで本当細かいところ言うと、柴崎いい時もあるんだけど、このここの時にここ寄りすぎたりとかしてて、ここいるとさ、こうなるからここ空いたりとか、こっち空いたりとかして、相手が寄ってる中で逆展開したりとかできる。でこっちいるよりもここの方が相手がこう同サイドアシックの守備するから、こうこうこうがつながりやすくなって逆サイドの展開だから、こう展開するよりもこうの展開の方が相手のスライド間に合わないじゃないですか。だけどここにいるっていうのがちょっと感覚的にやってるから、原口に縦パスさせたシーンはいいとこいたけど、そうじゃない時は寄りすぎてたりとか、そういうのあります。ね、旗手すね、すごいっすよね。普通に旗手がすごいっていう、なんかあれっすよね、このこっちを先に言うと勘違いされるんだけど、旗手のあの急に行ってさ、あの活躍、それも別に得点だけとかアシストだけさ活躍してるわけじゃなくて、試合の中でもさ、いいプレー随所に見せるじゃないですか。でちゃんとあの数字にも残る活躍してるから、ただやっぱりあの見てる人は分かる通り、え、 J の方がレベル高くないみたいな、レンジャースでこの守備なのみたいな感じだから、先にこれ言うと弱いから相手が緩いから旗手活躍できてるみたいなんだけど、それとは別に環境に慣れるとかそういう別の難しさがあるから、その難しさの方を乗り越えて、まあスコットランドリーグで活躍してる旗手すごいし、ただスコットランドリーグはレベル高いかっていうと別だよっていう、ここのねレイヤーを分けないといけないなっていうふうには思いますけどね。伊藤めっちゃハーフバイタル取るシーン多くないですか。うん、だ多くてもね、うまいのとそうはまた別じゃないですか。そうなると、まあ、伊藤だったら張る、で、久保トップ下がこっち来る、で、左から誰かが入ってくるなんだけど、まあ、久保はこっちもできる、久保もこっちなんだよ。久保はここかここ、堂安は、まあ、ここ多めのここ。伊藤は絶対ここ。久保はここもここもどっちもできる。堂安はこっち多めのこことここって感じで。じゃあ、ここどうすんのってので、ここ一番得意なのは三笘なんですよ。こっちもできるけど、三笘ここ。で、南のここなんですよ。ってなると、そう、南のが、まあ、うん、インサイドハーフとかに下がることになっちゃうから。で、長友も別にここ得意じゃなくて、ここでも突破力とは別にないじゃん。でも、守備はいいみたいな。だ僕は旗手とか呼んで、こことここ両方できる。で、旗手は瞬間的にここも上がれるから、旗手のサイドバックはすごくいいんですよね。中山とかでも相手のプレスが強くなるときつくなるから。
だから旗手には日本のラームになってほしいんですよ。だそのポジションって4231のサイド、3の左とか右と言われるけど、4231とかでもここに来るウイングとここにいるウイングじゃ全然話違うじゃないですか。そうだからここをやらせる選手、それは南野だけど、でもまあこう鎌田もできるでしょ。だからまあこの布陣にするんだ、まあ、伊藤ここだとしたら久保こうなるから、こっからこう上がれる。だからここね、田中碧とかできますけどね、それで言うと。で、ここ遠藤渡るになるから、まあ、うまいけど、まあ、うん、キャラ的にはまあ風見ろ的な感じだから、だからサイドバックがこう中に入ってって、左は三笘、右は伊藤で突破させる、ライン間は田中碧と久保とトップの選手でやれるっていう。で、そうなると後ろからの配球役でサイドバックが配球できる選手の方がいいから、まあ、右山根もできるし、まあ、もしくは酒井さん、酒井宏樹はこう、3バックの右になって、1列方で、中盤入っていくタイプのサイドバック。だからまあ中山とかここやってる選手はいいかもしれないけど、うん、僕は旗手が今日高くなる方が、まあボール持つサッカーならいいな、みたいな。旗手はレオさんの予想通りセルティックでも余裕で通用してました。うん、だから旗手とか前田大然活躍したって別に、まあツイッターとかでは見ましたけど、普通になんかチェックしようってあんま思わなかったですね。それよりも、やっぱり、あれでしょ、あの、多分見た人多いと思うけど、スコットランドの守備、緩いっしょ。そう。パワーは強いけど、抑えなきゃいけないポイントを抑えてないのめちゃくちゃ多くないですか。そうだ、J リーグはそれは活躍しますよねって、基本的に。前田のシュートシーン緩すぎてビール。うん、そう。ああいうの、古橋でもありますからね。もうね、そういうのをね、なんかまあ、セルティックは全部、スコットランドの全部のチームはそうかわかんないけど、僕が見た中ではそうですし、まあね、向こうのいろんな国渡ってる宮本くんとかに聞いても、ゴール前で切り替える瞬間、どのスペース埋めてどうするみたいな、そんなリズメの監督に何チーム、下手したら十何チームぐらい渡り歩いて宮本くんってさ、会ったことないですから。で、それがね、ちゃんと上派のプロライセンスとか、一番上のライセンス取ってる監督でも精神論だったりするっていうのは聞いてるんで、そうなるとね、日本人そりゃ、うん、活躍しますよね。ワイワイワイさん、旗手は、どのポジションが一番伸びると思いますか？もしくはUTT を追い求めるべきでしょうか？いろんなポジションできる選手って、やっぱ監督からしたら、動いてもらいたくなるんですよね。例えば普通にやらせんだったら旗手ならインサイドハーフとか、まあシャドウとかになるんでしょうけど、チーム見たときにウィングしかできない選手、フォワードしかできない選手、ボランチしかできない選手って言ったら、じゃあ旗手にサイドバックやらせようか、みたいな。ベンチには置いときたくないから、とかいう使い方にもなるんですよ。普通に旗手自身は、うん、なんかこう一つのポジションをやりたいとか、もしかしたらあるかもしれないけど、ただ出られるのはどこでもいいって人と、ここ以外では出たくないって人いるから、そこに関しては僕は旗手のキャラクターとかね、パーソナリティな部分わかんないんで、あれですけど、パーソナルな部分、パーソナリティ、まあ性格ですね。英語にしなくていいけど、うん、性格わかんないんであれですけど、ただ旗手に関しては、どのポジションもできて、ピッチに置いとき、だから日本のラームになってほしいと思いますけどね。中盤でも使いたいし、サイドバックで中盤的な役割もさせられるし、みたいな。あ、4123だ、やっぱり。あ、柴崎右にサイドハーフだ。いいの？あのね、柴崎はダブルボランチでバランス取るのは苦手で、うん、インサイドハーフでフォワードの横に飛び出してく、はいはいはい、だから日本のデブライネみたいになればいいっていう話をしてた。あ、なるほどね。で、ウィングが張ってる時の内側とか走ってクロス上げるとか、うん、で、ワールドカップでもそういうプレーでいいのしてたから、絶対インサイドハーフだって言ってて、今回森田の代わりに入ったんだけど、左じゃなくて右だったらなっていう話してて、実際右だから、ちょっとうまくいくんじゃないかな、ちょっと心の中で。レオの動画見てたんだ。見てた。よかったな。うん。だとしたらね、うん。来てくれてんなら、話はありがたいな、ほんとね。もう言わないよね。それでもね、見てくれてるっていうの知ってた上で、酒井宏樹さんのこと言ってたりとかするんだけど。あ、ちょっとツイートだけするわ。ありがとう。うん、いや、全然関係ない。そ、本当にツイートしたいだけだ。最近便秘だって言う。今する。ここで、お、伊藤ちゃんと張ってる。あ、やっぱ柴崎が高い位置取ってるから伊藤張ってっていう適材適所になりやすくていいね、この形だと。いいじゃん。うん。え、ワンボラは誰だろう。ワンボラエンド。うん。だ、2314みたいになってるね、うん。右はサイドバックが低い位置で、あ、すごい適材適所になってるじゃん。今いいっすね。この感じで言ってほしい。あとはこのサイドバックが開きすぎると右の山根とか、角度がなくなっちゃうから内側にさせる。ブランチと先場に返せる位置というかね。そうそうそう。上がるな、上がるな、山根。山根ー。